わからないが。俺も名誉毀損で基礎待ちだから、他人事じゃない。何したか軽く教えてくんね。なんか本人が特定されないように、お前でもなんか、この、ID の色的になんかしでかしててもおかしくねえ色してんな。殺人事件じゃなくてよかったよ。返り血じゃなくてよかった。どんな名誉毀損なの？どういう名誉毀損事件起こしてるの？軽く教えてよ。俺に。3年以下の懲役、禁錮、50万以下の罰金。ほー。どんな、立ちんビーのあなた、どんな名誉毀損事件起こしてるの？軽く教えてくれ。企業、人、いろいろあるだろう。でも他人事じゃねえよな、本当にな。ね、やべえ、面白そう。ね、これ読んでいい？本人に確認を取るわ。これは面白そうな事件だな。読んでいい？読まない方がいい？本人に確認するわ。小学生のクラブチームのコーチをやっていて、まで読んだ。小学生のクラブチームのコーチをやっていて、いいね、その子供絡みみたいな。小学生のクラブチームのコーチをやっていて、そのクラブの大会で八百長してるやつがいた。はい。八百長って何？それが千葉市の区議会議員だったの。お前めちゃめちゃ書くじゃん。お前めちゃめちゃ書くやん。何にも怖くないじゃん、お前。お前人生に一点の曇りないじゃん、お前の人生に。千葉市の区議会議員の人が八百長して特定されるだろ。まあいいや、ここだけの話にしとこう。ここだけの話。いやでも別に裁判って公になってるからな、別に。特典もクソもねえな、調べると出てくるからな。八百長っていうのは、はい。八百長っていうのは、そのクラブの大会で八百長してるやつがいて、それが千葉市の区議会議員だったの。八百長っていうのは嫌いなチームを参加拒否したりしてた。へぇー。それがうちのチームだった。え、それでなんで異を唱えたの？いや、おかしいじゃないですか、つって。おかしいじゃないですか、つったら、そんな濡れ衣着せてくんじゃねえよ、みたいな。名誉毀損もクソもねえよな。だからツイッターの区議会議員の周りの人に言いつけた。あ、それが名誉毀損なんだ。ツイッターの区議会議員の周りの人に言いつけたんだ。なんか、オタクの、あの人は、ダメですよ、みたいな。証拠。そしたら警察に、本当でもダメですって言われてて笑った。難しいよな。頭きたってことだよな。お前は一生懸命教えてて、その子供たちがかわいそうじゃねえかって思ったんだろ？それでおかしいじゃないですか。子供たちが一生懸命やってるのに大会に参加してる、できないのはおかしいじゃないですか、つって、そのツイッター、自分の正義のためにやったつもりだった、そう。んで、それで、突したけど、その相手の区議会議員のやつに、ふざけんじゃねえぞ、こいつ。言われもない誹謗中傷されてますってネットでガチャガチャ言われたってことでしょ。それさ、周りの父兄たちは何つってんの？父兄たちは何つってんの？父兄たちは。父兄たちは何つってんの？ありがとうございましたって。やり方さえ間違えなければ、めっちゃかばってくれてないだ。あ、そうなんだ。その、なんでお前はさ、NG スコアがこんなに溜まってんの？なんでその NG スコア、その腹いせに、誰かの放送を荒らしてしまったみたいな。
わかんないです。お前たち一番立ち悪いぞ。自分がなぜ NG スコア保ってるかわかんないって一番立ち悪いからな。悪意があって悪いことしてるやつはまだ更生できるんだよ。悪意がなくて自分は悪いことしてないっていう気持ちでやってたら、やばいぞ。ストレスの吐け口に。俺は悪くない。お前モンスターの才能があるな。え、なんでそんな負けそうなの？負けそうなの？負けそうなの？あんたは。負けそうなの？負けないで、じゃ負けない、違う。てめえの気持ちなんか聞いてねえんだよ。てめえの気持ちは聞いてねえんだよ。その裁判に負けそうなのか聞いてんだよ。俺は負けない。お前てめえ映画の主人公になった気持ちで、ジョニー・デップになった気持ちか。今、俺の耳に幻聴が聞こえてきたよ。デレデッテッテレデッテッテレデデン。お前がなんかレイピア持って戦ってる姿が見えたわ。区議会議員と警察がズブズブで勝ち目がない。わかった。俺は勝てる方の味方だから、俺は区議会議員の味方するわ。こいつ悪いや。おい、犯人見つけました。おい、区議会議員の皆さん、今犯人確保確保、いいことした。確保、確保した。今ここにいるぞ、巨悪犯が。8時21分、星確保、ピー。また世の中が一つ綺麗になったな。逃がさねえからな、俺は。この放送を警察に持ってきます。この放送を。でも、まあそうだよな。ある程度長いものには巻かれなきゃいけねえわけよ。ある程度な、長いものには巻かれて、器用に生きていかなきゃいけねえんだよな。じゃなかったらさ、そういうふうに。こいつの首を手土産に釘が入りしよう。いい鉄砲玉を見つけたわ。いい鉄砲玉。なんかちゃんとさ、証拠揃えてやればよかったのに。そんでなんかもう叱るべき、その周りの人に言いふらすとかじゃなくてさ、参加させてくださいよっつってさ、頭下げるなりさ、自分がなんかね、うめえことやればよかったのに。うめえことやれば。頭に来ちゃったんだろうな。頭に来てしまったんだろうな。その、あんたは、就職してんの?就職。そういう仕事には影響ないのかな?監督が俺に愚痴ってきたんだよ。卒業試合で危険扱いされて、それがそいつの差し金で分かったから、なるほどな。たまに来ちゃったんだろうな。てか、その監督、狡猾すぎない。こいつをうまいこと、こいつをうまいこと使ってよ、みたいな。お前、騙されてねえよな。次回からだって危険扱いできなくない?お前のおかげで。賢いわ。お前は、回ったんだよ。捕食者から、非捕食者へとな。この件に突っ込んだら警察グルーなら共謀罪でやられるぞ。なんかそれはでもおかしいよ。フラットでいいじゃんね。やっぱ世の中ってでも本当にあるんだろうな。